おはようございます。クラシックギタリストの高橋義太郎です。今日は NHK 映像の世紀プレミアム戦第16週オリンピック激動の祭典、こちらですけれどもね、2020年に、放送された番組だそうですけども、最近私見ましたので、こちらの感想を述べさせていただきます。間違いなく東京オリンピックがね、近いのでそれを意識して放送されたのかなというふうに思いますけれども、オリンピックの始まり、そしてこれまでの流れというのを見ることができたので、私も非常に勉強になりました。で、もともとオリンピックどういう目的で始まったかということですけれども、クーベルタンという、ね、近代オリンピックの父と言われている、フランスの貴族だったわけですけれども、この方がですね、スポーツにより平和な世界が実現できると、実現しようというために、そういう祭典を開こうと。で、これもともとですね、昔ですけれども、ギリシャのオリンピアの遺跡というところを調べて分かったことですけれども、4年に1度戦争を休止して競技会を開催する決まりがあったそうです。決まり。ですから、それを復興しようとクーベルタンは考えたわけです。それで国際オリンピック委員会というのが設立されて、1896年に第1回のアテネ大会が、開催されたということになったようです。で、最初はね、国単位ではなくて個人での参加ということがあったと。ね、競技もなんか我々が小学校でやるような障害物競争とか、そういうのがあったりとか、だったわけですけど、だんだん形ができてきて、国としての参加とかね、あとは、アジアの国々も後々参加するようになったりという形になりました。なんですけれども、そのクーベルタの考え、平和な世界が実現できると、いうのが果たして達成されたかというとですね、これまでたくさんの紆余曲折がありました。まずですね、戦争に左右されて度重なる中止というのが、ありました。第一次世界大戦、ね、あるいは第二次世界大戦、そういうのに巻き込まれて、オリンピックが開催できないという年がありました。あとは政治に利用されると。これも戦争と絡んでくるんですけども、一番色濃かったと報じられているのは1936年のベルリンオリンピック。これでヒトラーはですね、非常に壮大な、オリンピックスタジアムを建設してですね、あと非常に迫力ある映像作品も後に提供して、こう国の威信を示したということで、政治に利用されたというところはちょっと否めないかなというところがありました。あとは政治に左右されるというのは、第二次世界大戦後、東西陣営で冷戦というのがありまして、その影響もありまして、モスクワオリンピックですね、1980年のモスクワオリンピック、この前の年にですね、ソビエトはアフガニスタンに侵攻して、それにアメリカは憤りを覚えてですね、モスクワ大会への、不参加を決定したと。で、日本もそれに同調する形で不参加となって、たくさんのアスリートが、涙を流したという事実がありました。で、その4年後、ロサンゼルスオリンピックでもその逆になりまして、今度はソビエトが不参加ということで、選手は、ね、一生懸命練習を重ねてきているわけですけれども、政治に左右されてしまっているということがあります。あとは近年の問題点としては、ビジネスに利用されるということで、商標登録というところが絡んでくるわけですけど、非常に巨大なビジネスになっているというところが、ちょっと問題なのかなと。スポンサー料、あと放映権料、非常に莫大なお金が流れているというところがちょっと問題かなということで。こういうのを見ると、本来の目的を果たせているのかというのはちょっと疑問なところがあります。で、今後も五輪を続けるべきかと、で、思うんですけれども、
いろんな意見あるとは思うんですけれども、スポーツをするから、平和な世界が実現できているかというとちょっと疑問ですけれども、その逆は言えるのかなと。つまり、平和な世の中だからこそオリンピックが開けていると。だから、オリンピックが開けているだけ戦争が、極端に、世界大戦のような戦争がないというふうに考えれば、オリンピックが開けているだけマシと。そういうビジネスの問題とかね、いうのもあるけれども、戦争がない状態よりはマシ、ある状態よりはマシかなというふうに捉えれば、オリンピックも開く意味があるのかなという感じはあるんですけれども、どうですかね。これはあくまで個人的な話ですけれども、選手はすごく一生懸命やってるんでしょうけれども、ちょっと特に、つい最近行われた、2021年の東京オリンピックなんか見ると、ちょっと選手は頑張っているんですけど、ちょっと盛り上がりには欠けてきて、なんとなくこう五輪のその存在意義というのがちょっと問われてきてるのかなというのがちょっと感じます。今後どうなるかは分かりませんけれども。で、番組の中で一つ私が印象に残ったのはこの写真ですね。1968年に行われたメキシコオリンピック、それで男子 200m で金メダルとあと銅メダルを獲得した、アメリカ人の黒人、スミスとカーロス、この2人がですね、表彰式で、黒人差別に抗議するという意味で黒い革手袋をつけてですね、それを高々と、拳を突き上げたというのが、世界中に、放映、されました、それでオリンピックの場では、そういう政治的なメッセージは一切禁じられているのですけども、それを破ってまで、世界中にこの姿勢を発信したと。当然オリンピックからは追放されたと。後にね、なかなか彼らもアメリカに戻ってから、仕事になかなかつけないという厳しい、状況があったようですけれども、でもこういうことを経てですね、今は黒人選手も当然アメリカ人の、黒人選手も非常に素晴らしいパフォーマンス、そしてそれを堂々とね、競技でね、力を出しているということがあるので、彼らの行動というのは決して無駄ではなかったんじゃないかなというふうには思うわけですけれども、政治的なメッセージを出してはいけないということはあるわけですけれども、でもこの勇気ですよね、そういうことを覚悟の上で、こういうことをする勇気というのは、本当に素晴らしいなと、実際やるかやらないかというのはなかなか意見の分かれるところかもしれませんけども、でもこの勇気というのはやはりこう評価するべきではないかなと。だから何かこう道を切り開くときにですね、やはりこう勇気を出すことが必要な場面というのは人生何度かあるのかなと。でその勇気を出して行動したこの2人というのはやはりこうすごいのではないかなというふうにこう私はこう見て、思いました。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。ありがとうございました。